やばい、忍者みたいになってる。みんな楽しそうでござるな、みたいになっちゃってる。よいしょ。これはうちのパン屋。かわいいね。あ、べちゃん。いいんだよ。気にしなくて。もともと一人で来たさ。いや、ついてっちゃおうかな。ちょっとチラッと。ちょっとチラッとついちゃっちゃおうかな。ストーカーですか？違います。違います。別に寂しくなんかだもん。別に寂しいわけだなもん。別にもともと一人で来てるし。全然寂しくないし、別に。ちーんちー寂しくないし。泣かないで泣いてないし。全然、ちょっと一緒に見ようかなって思って見てるだけだもん。全然関係ないもんね。うん。あれ、誰か忘れた気がする。待って、僕忘れられてる。ね、忘れない。うん、いるよ、ここに。本当は寂しくないもん。忘れられ、僕います。僕、います。この影から見守ろうか。チラッ。チラッチラッチラッ。ここに、いるもんね。チラッ。みんな楽しそうにしているのをチラッと見ていると。幻のシックスメン。いや、それあれやん。黒子のバスケやん。めちゃめちゃ影の薄い主人公じゃん。ちょっと、僕を幻のシックスメンにするのやめて。幻じゃねえもん。ちょっとついてっちゃおうかな。秘密、道、こっちは温泉でござる。おー。温泉か、ここ。あれ、すごいじゃん。こんなとこに温泉があるんだな。どれ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 。カメラさん、しっかり。ちょっと僕、カメラじゃないんですけど。カナダ育って、カナダ育ってみんなと今遊んでんだよ。こうやって、交流してんだよ。ほら、カメラ係じゃねえから、おいおいおい、スタッフじゃねえの。スタッフじゃないです。友人系じゃねえ。友人系じゃないの。かわいいね、動物たち。カメラさん、タレント映して。あ、これだって、この子だって立派な大空すばるさんでしょうが。タレントですよ、タレント。あれ？なんか、一瞬、ちょっと気を取られてるうちに誰もいなくなるみたいな。なんか何度か経験したことあるぞ。幼稚園の時の遠足の時とかさ、ぼーっとしてたら誰もいなくなってるみたいな。ドキッとするんだよね。なんかさ、あのさ、ちょっとさ、遅れてさ、教室帰ったらさ、誰もいなくなっててさ、誰もいないと思ったら次移動教室だったとかあるよね。おい、やめろ。あれマジでさ、もう心臓キュッてなるんだよな。誰もいない！あ、音楽か。なんだ、みたいなやつ。もう世界に取り残されたみたいな気持ちになるやつ。はこれなんだけどないです。みんなあります。ここなんだ？あ、公園のところか。かわいい、遊んでる。写真撮っとこう。こういいよ。こういいよ。ちょっと待って、そのブランコ3人乗りじゃない？そら先輩、乗っていいんですよ。おいおいおい、3人乗り。いけたいけた。あ、いけたみんな。はい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 。3人乗りだ。4人乗りなんだな。ほら。ねえ。どうよ。これ今日のベストショットじゃん。もう今日ベストショットだわ。かわいいかわいい。カメラさんじゃないんだよ、やっぱりね。